こんにちはクリスです。突然なんですけれども、あなたは自分の仕事を好きですか？僕はあの平成生まれの人たちにどうやったら自分がもう本当にワクワクして愛せるような仕事を見つけられるのかっていうのをまあ教育で教えてるんだけど、悩みがあったら LINE で質問を受けてるんですよ。クリスさん、僕仕事で困ってます。仕事の環境が大嫌いで辛いで。もう無理っすっていう連絡が毎日来てるんですよ。で。 ちょっとねこのビデオを見てもらいたいたんですこのビデオを見るとどうなってんのかっていうのが分かる、ね、ごめんでちょっと時間ください。Okay? あなたは何のために働くんですかあなたの働く目的を教えてください。なんで働くのお金もらえるよね、働くと。お金もらったらプライベートで楽しいことできるじゃん。ね、彼女をデート連れてったり。だから辛いことをやって で、働いたらお金もらえてプライベートで思いっきり楽しむわけでしょで楽しむやん。幸せになるために働くよね。ね。OK。それ o k ー、k OR い。でね、ちょっとね、これ平成生まれの人よく聞いてください。新しい時代が来たんですよ。ものづくりの時代だったのね、昔。で、今は、 物を作るのに工場がいられねえっていう時代になってビジネスの法律、ビジネスの仕組みが変わったの。はい。昔は工場とか何億円投資して土地買って営業マン取引先みんな集めてスタッフ入れてめっちゃお金かかったのよ。今はインターネットでできるんだよ。今このビデオインターネットで見てるでしょこのビデオ何万人が見てると思う。まあ何百人かもしれないけど。ね。 一回しか作ってないんだよ、これ。はい。どういうことかっていうと、ね、平成生まれの人、この本を買って読むとわかるんだけど、これは僕は君たちに武器を配りたいっていう本で、これはもう僕のおすすめマストトップ10に入ります。もうこれからの時代で商売、仕事やって生活したいんだったら、これは読んだ方がいいよっていうぐらいの本で、これをめっちゃ簡単に1分でまとめると、人類っていうのは、 成長してるのね。で、人類の成長には、経済っていうのが入っているんですよで。簡単にどういうことかっていうと、昔の時代はみんなさ、ね、木の槍とか木の剣とか持ってたんだよ。で、その中で一番強いやつがリーダーになって自分の族みたいな感じで、で、自分のね、土地を決めて、で、の農業っていうものが開発されて、 こんな他のところに遠いところ行ってみんなね、ね、鹿とか殺さないで自分のいい土地があったらそこです。暮らせるっていう風になったわけよ。で、農業をやってるうちに銅っていうのが出てきたわけよ。で、銅で剣とか槍を作れるようになったの。弓とかね。弓の矢とか。そしたら、銅の剣って木の剣より強いわけよ。だから、相手が筋肉でマッチョマッチョでも、うちらは、その銅の槍とか銅の矢とかで筋肉マッチョのやつを殺せるようになったわけよ。 それとその族がつく、強くなって、コントロール土地コントロールする土地が広がって、農業がもっとできるようになったわけよ。そうすると人が育ってきて、そのトップの人たちを王様。昔はクランのチーフとかだったんだけど、王様とかになってきたわけよね。で、ここで面白いことが出ていくるわけよ。で、今度、銅の後鉄とかスチールとかが出てくるわけよ。で、銅の剣よりスチールの剣の方が強いわけよ。 で、スチールの鎧とか作れるわけよ。で、どうなったかっちいうと、その王様、そのチーフの家族とか仲間たちが貴族って呼ばれて、その人たちが土地をコントロールするようになったわけよ。で、嫌だって言ったら銅とかね、木を持ってるやつに貴族の人たちが鎧着てガーって言って殺して従えってゅうわけよ。日本にも同じことがあったんだよ。で、農民は農民でキャストシステム。日本もそうだったやろ侍は侍、農民は農民。 ね、農民が頑張っても侍になれないわけよ。で農民たちがそういう貴族とか王様のたちのために働いて米とか農業でやってそこに税金がかかって王様とかがリッチになってたわけよ。でもっとお金稼ぎたいんだったらその、あのーまあ、土地を増やすわけよ。で貴族で、ね、もっとお金儲かりたいんだったら別のところとかに戦争しに行って土地を取ってくるわけよ。 で、王様がお前、見事だって言って、もっと自分の家の周りの土地あげるよとか、そういうシステムだったわけよ。で、ある日、船が海を渡れるようになったんだよ。で、この時にまた大きい人類の変化が来たのね。海が、海があって、ね、コロンブスとかのそういう時代だよ。そういう国やな、海、海渡れるようになったんだよ。で、驚いたことがあったんだよ。 海渡ったら、そこら辺にいる人たちは、まだ木とかでやってんだよ。銅とかもギリギリあるっちゅう話で鉄がないわけよ。だからコロンブスのスペインとかそういう人たちは鎧、鉄の鎧きて鉄の剣持ってわーって言ったら勝てないわけよ。で、儲かるのは農業やろ。まあもちろん金とかも入るんだけど、それはちょっと置いといて農業なんだよ。で、そこに、ね、 そういう国に、砂糖、インディアとか、お茶、ね。そういう、なんちゅうのかな、その、農業的なものがあるわけよ。ポテトーポ,テロースポテトズポテトズメントマートー Right? でそういうところに、そういうリッチな国が、この時はヨーロッパだったんだけど、船とか作って、ね。で、別の国とかに行き始めるわけよ。で、カナダも取られる、アメリカも取られる、南アフリカも取られる、インディアも取られる、アフリカも取られる、アフガニスタン、イラクも取られるの。 で、そういう鎧とか鉄持ってて、船持ってる、テクノロジー進化してる人たちは、ここは俺たちの国であるって言って、その残ここら辺の人が、いやちゃうよ、そんなの無理よって言ったら、バーって言って、その人たち実際に殺すわけよ。で、実際に国を取って広げてたのね。で、農業で稼いでたの。ね。で、面白いのが、ここからここは俺たちの国であるって自分で勝手に線引いてるわけよ。 それがアフ,アフガニスタンとかイラクとかイラクとか今めちゃめちゃになってるでしょ。その時代の時から来てるわけよ。で、この弱い国っていうか、そういう人たちを奴隷にするようになったのね。で、特にアフリカとか、アフリカとかの人たちを奴隷にしてアメリカとかに売るわけよ。で、アメリカはもっと今あの進化、 あの始まってる時代だから農農業業ででしょ農業で稼ぐわけよ特に南アメリカ州の南側はコットンをコットンで儲かってるわけよでコットンを取るって大変な仕事なんだよでそこにアフリカの人たちを奴隷にして船で送ってでそうやってビジネスやってたんだよねで次の変化がインダストリアライゼーション 機械の変化があったんだよ。これちょ、ちょ、今の、あなたの話とすっごい関係あるからよく聞いてね。ほんにもうちょっと我慢して、すっごいあの、関係あるんですよ。で、industrial a i o n 機械なんだよ。で、機械の方がコットンうまくできるわけよ。農業で人でやるより機械の方がうまくできるってうのになったわけよ。ね。で、ビジネス的に安いんだよ。機械の方が安いんだよ。人より。で、 機械をいっぱい集める場所を工場って呼ぶようになって、で、工場はよく港海ね船があるやろ船でビジネスやってるやろインディアに行ってお茶とかコットンやってそれを船で持ってきてロンドンとかそういう港の街におろすわけよ。で、そこでそのコットンをね、安く仕入れたコットンのオーナーがそこで機械でグワーってやるわけよ。で、今度工場の機械を回すために人が必要になってきたわけよ。 で、みんな同じ農業とかね、やってたんだよ。そういう国とかでもね、儲かってる国でも。でもみんな工場で、そういう仕事の方が儲かるから、みんな、その港の町とか工場があるところに一気に集まってきたんだよ。で、それを、まあ、都市、都市の進化っていうのかな。そういう風なんだよね。それすごい人が生まれて、人が子供を産んで、そこの中のビジネスが育ってきたんだよね。で、工場でみんな働いてるわけよ。で、この時に、 ね、いろんな進化があったんだよ。一つは奴隷やっちゃダメだよっていうのがあって、アメリカのね、北と南の戦争があったんだよね。です。まあ、その前からちょっと奴隷は正しくないっていうのもあったんだけど、その奴隷、人で農業をするっていうのが終わってきて、機械でするっていう時代になりました。で、その時、おっきい戦争が2つあったのね。で、まだ最初の戦争の時は王様とかがいっぱいいたんだよ。 で、王様とかがなんかちっちゃいエゴでプライドとかで第一次世界戦争ってめちゃくちゃ大変なことになってしまってもうその後、その後さ人がもう王様これあかんべこの考え方はいかんってなって王様システムがみんなでお国をコントロールしようぜみたいなディマークラシーみたいなシステムに変わってきたんだよねで、まあ、この時にソビエトっていうおっきい国は もうそのみんなでコントロール、まあ、ちょっと変な感じでソビエトは進んじゃってでこれが1990年代に大きく変わるんだけどちょっと世界の半分ぐらいがちょっと別の方向にいってるんだけどま,あまともに言うと機械が大きいわけよビジネスでで王様がなくなるっていう人類の変化が来ましたでその時にね工場でみんなやってんだけど誰かが人と機械を仕切らないといけないマネージメント その時 MBA とか呼ばれるんだけどねどうやって人と機械の効率をよく働かさせて、ね、サプライアンドデマンドがうまく回るようにして利益が出るようにするんだろうっていうことをそういうマネージャーになりたいんだったら大学に行かないといけないっていう感じで1920年代ぐらいの時から大学っていうまた人類の変化が。 あの、成長が入ってきたんですよ。で、大学に行ったら、工場で1日3ドルでこんなことやってるんじゃなくて、1日10ドルとかもらえて、まあ、よくわかんないんだけど、国とか場合によるんだけど、その、マネージメントする。ね、スーツ着てネクタイ着てるっていう、その業職が生まれてきたんだよね。で、大学がすごく進化してきたんだよ。で、その後もう一回大きい戦争があったんだけど、その時どうなったかっていうと、ここから日本に戻りましょう。日本は、 ね、戦争の後に仕事がなかったのねまああったんやけど結構そのインデススリー工場的な、あのー、のがなくなっちゃったんだよね戦争ででその時に日本で一番頭いい人たちとか日本の政府のトップの人たち大手企業のトップの人たちがどうしようかこれからの日本どうしようかってなってよしじゃあ今あるお金でみんなで頑張って 工場とかインフラに投資しようっていう決断をしたのね。で、大きく工場、鉄とか物作りとか、そういうインダストリー、ヘビーインダストリーの業界に大きく投資したの。で、港の周りにある工場とか、そういう工場系な村とかがね、支援をもらって、大きい投資でこう仕事が増えるようになったのね。で、 仕事がなかったんだけど、工場の村に行くと仕事がある。でも仕事は大変なんだよ、そういう時まだ。ね。で、ものづくりの成長っていうのが世界に来たんですよ。で、戦後の後にエアコンとか冷蔵庫が発明されたわけよ。ちょっと、夏にエアコンないの考えてみて。あなたの事務所に夏働いてる時にエアコンなかったらやばいやろ。冷蔵庫なかったらどうすんのって。ね。 で日本はものづくりにすっごい投資してたんだよで大きいチャンスが来たのねでそのアメリカとか海外が発明した冷蔵庫とかね車とかもまあ車は戦争の前から発明されてたんだけどそういうものづくりのところにぴったり日本とあってグワッグーンって成長したの。で日本がエアコン作るとかね船作るとかいろんな大きいことを作って。 でで今度テレビとか電気の時代っていうのも来たんだけどそれはんちゅうのかなあのテープレコーダーとかテープデッキとか d h s とかあったじゃない、ね、ゲーム機とかもちょっとなってくるんだウォークマンとかになってくるんだけどそういうものづくりですっごい成長してきたんだよ日本がね。で日本の人たちももっと幸せになりたいわけよ、ね。だって日本の人たちってものづくりで世界をすっごい幸せにしてたんだよ。 ね、エアコンとか作ってね車とかもっと効率よく安く、ね、燃費もよくしてで世界中の人たちが日本のものいいよって、ね、すっごいブランドもあるしいいよってなっていっぱい日本のものを買ってきたんだよ。で日本も経済的にそう成長してきてで日本で働いてる人たちが OK じゃあ僕たちも幸せになりたいよって言ってじゃあ自分の子供とか。 ね。あなたさ、自分の子供に大学行きなよって、頑張って大学入って、いい成績取ったら、いい学、あの、いい会社で働けるよって。でそうすると人生楽になるよ。工場で肉体労働やって、夜遅くまで使われてる働き方より、ね、スーツ着てカラーリーマンやって、工場仕切ってる仕事の方が儲かるんだよって。ね。 で経済も伸びてるしバカなことしない限りはクビにもならないしで毎年給料が少しずつ上がってきてボーナスも出るしで仕事終わったら退職金とか出るんだよ。最高なんだよ仕事がない時と比べると。 でみんなが頑張ってで政府と学校教育とか大手企業も一緒に考えてどうやって今後の日本を、ね、子供たちを幸せにするんだ今後の日本を考えるんだって言ってやっぱり学校は雇いやすい人を、ね、成長させた方がいいよなって言って学校でこうやって成績がいい覚えがいい、ね、頭の回転が速い人たちが大手企業で雇われるっていうこの大手と学校のシステムのジョイントベンチャーじゃないけどそういう感じで、まあ、日本も成長してきたんだよね。 でね、ちょっと面白いことがあるんだよで。さっきソビエトの話したじゃん。で、ソビエトは、ね、王様のっていう感じで、まあ1904年3年とかからやってたんだけど、ねで、ソビエトと中国、そしてベトナムとか、ね、でこれ、あと北朝鮮とかね。で、その戦争が始まっちゃったんだよ。 第二次世界大戦の後にこれを冷戦コール・ w a ーっていうんだけどねだからソビエトグループっていうコミ,あのコミュニストの国たちはまあ自分なりでやってたんだよでちょうどバブルが破壊するぐらいの時にねこの冷戦が終わったのソビエトのお金がなくなっちゃったんだよでその時に中国とかもソビエトに頼ってたんだけどもう中国も OK じゃあ俺たちは俺なりにやっていくよってなってね アメリカとか日本とか別の国とビジネスをするようになったの。で、そのビジネスのモデルが1950年代、60年代の日本のビジネスモデルとまるでそっくりなの。で、ものづくりをやり始めたんですよ。ね。で、どういうことかっていうと、1990年、91,92,93から日本、あの、ね、中国ものづくり OK になって、でね、その時日本でエアコン作るじゃん。 日本ってね、工場で働く人も給料ね、払わないといけないし、考える人も、作る人もかお金払わないといけないから、エアコンを日本で作ると、安くても3万とか4万かかっちゃうわけよ。でも、その時中国、まだお金が人にいっぱいないから、ね、僕はね、月10万円で1日14時間働きますっていう人がいっぱいあるわけよ。そういうところに工場で仕事があるからみんな働いてるって、働いてたんだよ。本当に働いてるわけよ。だから、 同じもんを工場、あの中国で作れるわけよ。同じエアコンを。で、値段がすっごい安いのね。で、ここがポイントなんだよ。ものづくり。ね。もう、世界中でエアコン持ってる人がめちゃくちゃいるんだよ。めちゃくちゃいるんだよ。で、今どこでエアコン売れてるかっていうと、ね。 南アジアとか、インディアとか、アフリカとか、すっごい貧しいんだったけど、この人類の経済の成長っていう波が、わーって言ってるところで少しお金が入ってきた人たちが、今エアコンとかテレビとかを買えるようになったわけよ。で、その人たちが日本で作ったエアコンを買えるかって言ったら、そんなにお金がないんだよ。買えないんだよ。だから、中国とかのエアコンを買うわけよ。 で、日本は何やってんのって言うと、日本は15万とか20万のそこにあるエアコン、センサーがついてるエアコンとか作れるんだよ。だセンサーがあって俺が動いたらエアコンの風が俺をなんか当ててくれるとか。で、なんか20万の冷蔵庫とか作って、なんかエコで月2000円とか3000円セーブできますとか言って、20万とかするんだよで。そういうのをもうみんな持ってるわけよ。で、毎月20万の冷蔵庫とか20万のエアコンは買わないんだよ。ね だからちょっとピンチなんだよものづくりが日本のでそのメインのものづくりが中国とかに動いちゃったんだよねでちょっとこのグラフを見てもらいたいんですよこのグラフでちょっとよく見るとまあ戦後の日本がギューってやってきてバブルとかに入ってグワーって上がってでもう本当にバブルの後にものづくりが入ってきた後にスコーンって下がって上がろうとするんだけど上がんないわけよ で、ちょっとアベノミックスだみたいな感じでスパって上がったんだけど、スコって落ちる。これは日本の GDP ね。OK。でね、面白いのがあるわけよ。これがアメリカのグラフなんだよ。アメリカってものづくりやってないぜ。見てこの成長。このちょこんって言ってるのが2007年だよ。まだ上がってて、今のアメリカのストックマーケットっていうのは人類の 市場の最高のレベルなんだよ。これ以上株は高くなってないっていうような、もう最高のレベルに行ってるんだよね。アメリカの経済は。で、なんでアメリカはこんなに伸びてんだけど、日本は伸びないのっていう話なんですよ。でこれ、あなたの仕事と関係あるからよく聞いてね。なんで日本の経済は伸びないのに、アメリカの経済は今、もう地球の歴史で最高なレベルにあるの アメリカ人も日本人もいっぱい大学行ってるよ。でもう二つの国もやむしゃら働いてるぜ。なんでだと思うで僕は日本の学校もう日,本あの日本の学校も行ってるしアメリカの学校も行ってるわけよ。で日本で育ってよく分かるんだけど日本の場合は教育はね。 このような質問があります。答えなさいだけなんだよ。この質問を答えなさい。受験のための質問を答えなさい。で、どうやって答えるかっていうと、覚えたり計算したりするわけよ。でもね、アメリカの場合は、なぜこの質問があるのかって自分で考えろっていうわけよ。幼い時から、なんでこの質問があるのどういう、この質問よりもっといい質問ないのどうやったら変えるの っってていいう考えを幼い時からやってるの、ね、でもう一つ大きい違い違があるのねでこれはもう本当にものづくりの日本と海外のものづくりのアイディアを発明するアメリカとかと海外と比べると違う考えなんだけどこれちょっとね、あのー、そんなに、あのー、怒んないでね。多い日本の人はお金は会社から来ると思ってるの。で多い海外の人たちは ね、特にアメリカとかはお金はお客さんから来るって思ってるのでこの違いがかなり大きいんだよねまあ本当に僕もねなぜこんなにグラフが違うのかっていうのは正直言って答えられないんだけどその2つに大きいヒントがあるんですよでねお金をもらう時、ね、あ,あなたの仕事でお金をもらってるでしょ働いてる目的はお金をもらって幸せになることでしょ、ね、だって 他の方法でお金入るんだったら働かなくて済むじゃん。なお金をもらうときに会社からお金をもらうよりもっといい方法があるんだよ。よく聞いてねこれはお金はお客さんから来るんだよ。ねちょっと考えてみて。 もしあなたのお客さんが豊かな国にいて、日本みたいな豊かな国、アメリカとかカナダとかヨーロッパ。でもうエアコンを持ってます。冷蔵庫持ってます。テレビ持ってます。で、20万のエアコンとか毎月買えないわけよ。ね。そういうね、新しいテレビとか毎月買わないやろ。ね。そういうお客さんは、必要なものを持ってるお客さんは何を買いますかそういうお客さんは、 楽しいことにお金を使うんだよ。ショッピング is pleasure. レジャーなのよ、ショッピングは。ショッピングなのよ。買い物楽しいんだよ。で、お金はお客さんからしか来ないんだよ。まあ、政府からの支援は除くよ。でも、お金というのはお客さんしか,から来ないんだよ。 ね、こうよく考えてよく考えて、えーね、教育で学校で教えてないからいずれか教えるようになるんだけど今時代の変化っていうのが来てまだ教育が追いついてない状態なんだけど,状態なんだけどお金はお客さんからしか来ないで会社は実はあなたのお客さんなんですよお客さんなんですよだってよく考えて契約書あるでしょ その契約書。あなたと私。あなたがお客さんで私がサービスプロバイダーよ。で、やることがきちって書いてあって、いつまでどこで、で、お金の支払いは1ヶ月払いで、こういうのをやったらルールを破ったら、このサービスをあなたから買うこのサラリーマンのサービスをあなたから買うのをやめますって書いてあるでしょ。これ商売だよ。あなたお金やってる、お金もやってるの、これ商売って言うんだよ。 だから気づいいてないねサラリーマンやってる嫌なことを仕事やってるって思うかもしれない実ははあなたは商売をやっているんですよでよく考えてもらいたいのはあなたがお買い物行く時楽しくお買い物行っていく時にどっかのお店入ってそこに仕事が大嫌いでサラリーマンみたいなどん底の人がいてつまんねえやつではいこのものを買ってくださいって言ってその商品楽しいと思うかい そういう人から買うと思う、プライベートで買うときに、買わんやろ。あなた商売やってるんだよ。会社を手伝ってお金もらってるんだよ。で、その会社は別のお客さんになんか売ってるんだよ。で、なんでやってんのって、その会社。なんでその会社から別の会社買うのって言って、みんな頑張って働いてんだよ。なんで働いてんのって言って、幸せになるために働いてんだよ。 幸せになるためにお金が動いてんだよ。なんでエアコンを人買うのっていう。エアコンがないと人生辛いのよ。冷蔵庫ないと人生辛いんだよ。だからエアコンがない時にエアコン作ったら売れるんだよ。で、今もうエアコンあるんだよ。じゃあ何を、何人買うのっていうの。幸せになること買うんだよ。楽しいこと買うんだよ。どうやって楽しいこと考える どうやっっててできる自分が幸せじゃないと楽しいことって作れないんだよそういう法則法則仕組みになってんだよどうしても嫌なこと辛いことをやってると楽しいもんってできないんだよ嫌なこと辛いことやっててどん底のやつがいいアイディアなんて出てこないよんだよまあたまに出てくるかもしれないんだけどいいアイディア楽しいアイディア出てくるっちゅうのは楽しいことやってる人に出てくるんだよで楽しいことやってるとそれで商売ができるっていう時代になったの で、これがいつなったかっていうと、インターネットの革命が人類に来た時なんだよ。で、インターネットっていうのが、ものすごい人類の、この前の人類の、ね、ものづくりの人類のすっごい大きい成長を出してるわけよ。もうルール破ったの。昔ものづくり、エアコン作ろうとしたら工場が必要で、従業員が必要で、マシンが必要で、機械が必要で、ローンが必要で、もう、その銀行との話し方が必要で、 めちゃくちゃ大変だったんだよ。で、スタッフも入れて、もう社長が責任取って、もう簡単に工場なんて作れないんだよ。もう本当にあの、ホンダさんとかパナソニックのもう本当にもう、もう超ちょっとクレイジーな、ノーマルじゃない人しかじゃ、工場とかできなかったんだよ。ゼロからスタートなんて。だからね、インターネットの前は、普通のビジネス、例えばものづくり、ね、もう何億円かかります。会社作ります。 ものすごいお金かかります。スタッフが必要です。で、なんと今はインターネットで若者3人4人がどっかの親のガラージでコこコょやって楽しくワイワイやってバーンってやったら普通の工場より売り上げをもっと大きく出すような時代になっちゃったんだよ。すごいんだよ、これが。それなんちゅうのって言ったら、まあアップル、スティーブ・ジャブズとか ね、マイクロソフト。なんやけど、まあ、それはちょっとねパン、あの、アップルとか、コンピューター、それはインフラものだから、除くけど、グーグルとかそうなんだよ。ツイッターそうなんだよ。な ?ebay もそうなんだよ。あの、う、んちうかなその、本当にね本当にね昔は、IBM とか、でっかい会社、スーツ着てる人たちが、コツ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 、 ねサラリーマンオフィスでやってる人たちがこういうのをできるっていうはずだったんだけど、今は学生3人4年ができるんだよ。学校途中でやめてこれやろうって言って、こっちの方が楽しいからって言ってバーンって爆発してるんだよ。でね、お金を持ってる人たちはこれやべえぞって知ってんのよ。だってさ、お金を増やす方法ってどうやったら人が幸せになるかっていうもの。 か、またはサービスがあるやろ。で、それを作るコストはいくらで、マーケティングのコストはいくらで、ニーズはどのぐらいあってって、その、それを回すための投資をするわけやろ。なその、作るコストがゼロになったんだよ。従業員コスト、サーバー1台なんて1万円だぜ。1万円のサーバーで1万円に商品届けられる。オッケーこれが100万円になったらね、ちょっとサーバーは100万円かかるかもしれないんだけど、 すごい、もうこのコソの部分がさって流れちゃったんだよ。すごいわけよ、これが。で、やってる人がお客さんと直接話せるようになったんだよ。これがまたでかいんだよ。ワードプレスでブログ作ったり、YouTube でチャンネル作ったりとか、いろんなやり方で、もう本当に、もう一人で何万人に話せるような時代になっちゃったんだよ。すごい革命なんだよね。で、で、本当にね、 豊かな国にいて、毎月20万の冷蔵庫は買わないけど、数万円のお金はありますっていう人たちに直接楽しいことを売れるようになったんだよ。でね、これ面白いんだよ。今のものづくり。ね、ね日本は頑張って15万のエアコンセンサーついてるやつ、ね、作ってて、ね、コスト3000円毎月セーブできる冷蔵庫頑張って作ってくれてるんだけど、ね、今何売れるのって。激安のエアコンとかは、 ね、今あのーあのー、ね成長経済の成長が波のようにインディアとか南アジアとかアフリカに来てるからそういう人たちが激安のエアコンエアコンがない人が初めてエアコンを買えるっていうような時代にはなってるんだけどもうエアコン持ってる人は20万のエアコンも買わないわけよ。何か売っちゅうとでものづくりもそうなってて何か売っちゅったらこれなんすよ電気スケボーなんだよ。 こういうのがすっごい成長浴びてんのね。見てこれかっこよくないキュイーンってなって止まる。電気スケボーだよ。俺これで通勤してんだよ。すっげえ楽しいぜ。このライトとかチカチカチカやばくないでね、これはアクトンっていう会社が作ったんだけど、これ2017年に販売始めされて、これ2 0十五16年かなキックスターターみたいなやつがあるわけよ。で、 これ、できてる前に、こういうの作るんですってネットでみんなに言ったわけよ。買いたいんだったらお金くださいって3万円くださいって言って、みんなは物、できてる前に3万円あげて、点四億、1.4億円のスタートアップになったんだよ。このプロジェクトの。1.4億円だよ。1.4億円だよ。これ作るのに。そんなにみんなお金投資したんだよ。だから、あなたが楽しいって思うものには、 そのサービスやものはそれ楽しいと思う人がいっぱいいるわけよ。で値段が合ってたらパッてみんなお金出すわけよ。それが新しい時代の事実なわけなんですよ。でね一つ気にしてもらいたいことがあるんですよ。ね、時代には変化が来ました、ね。昔は農業で で今度はそういう豊かな国はその楽しいことを買うっていう時代になってるんだよな表参道行くとキャラメルポップコーン買いたいんだったら30分とか1時間待つやろなでもそれ戦後にさキャラメルポップコーンのお店出したって誰も来るかいって来ねえよなそもそも材料もねえかもしれないし買う人もお金ないじゃんも今 日本とかアメリカで頑張って働いたからみんなお金あるんだよだからキャラメルポップコーン買えるんだよだから自分が楽しいと思ったらそれを直接お客さんに出せる時代が今なのねで今までになかった時代なんですよで気にしてもらいたいのはあなたは何をやってるのって、ね、まずもしあなたが働いているんだったらねあなたは商売をやっているんですよ で商売はどうやって何なのっていうと幸せにになるることによっっててお金がが動くんでですマズローのの段階っていうのがあるでしょ、ね、まず水がないとキャラメルポップコーンは買わないわけよ。で水飲めるようになったら今度部屋とかさあったかい部屋とかそういう人間のニーズみたいなのがあるわけよ。で日本とか進化豊かな国は水もあってガスもあってテレビもあってエアコンもあるわけよ。 で給料お金もあるわけよだからキャラメルポップコーンとか電気スケボーを買うわけよまあ電気スケボーはまだ早いんだアメリカで出たばっかりだから早いんだけどそういう時代なんだよね。であなたは商売をやってますよ。であなたのお客さんは会社なんだよね。でやってることが嫌いでしょ 多分見てる中には見てる人もいると思うんだけどやってることが嫌いで働く環境も嫌いなわけよで楽しくもない好きでもないで商売はお客さんに物を売ることだよね物かサービスでお客さんは何買うかっていうと楽しいことを買うんだよねだって必要なものその商売もう無理だぜ もう大手が必要なものを売ってるよ。東京ガスがガス売ってるよ。ね。テプコが電気売ってるよ。ソニーがカメラ作ってるよ。必要なものは、カメラは必要じゃねえか。ね。必要なものは無理だぜ。必要じゃないんだけど、楽しいものなんだよ。その時代でしょ。まあ必要なものを売りたいんだったら大手企業に働いて全然いいんだけど、もし今の仕事が嫌いだったらっていう話なんだよね。ね。何やってるかっていうと、商売をやってて。で 楽しいものが売れる時代なんだけどで楽しいことを売るには自分が楽しくやってないといけないわけよ幸せにでもあなたがやってることで幸せになれないとで好きでもないでも諦めちゃってる夢も諦めてすごい毎日がつらいでもみんなサラリーマンやってる 親もサラリーマンやった方がいいよって自分が好きなのやったらうんってなんかがっかりした目線で見られるとかさでも事実は時代は変わっているどうする今波が来るんだよ今来てるんだよでどういうことかっていうと幸せになっていいよってね働いてる時は すごい大変でプライベートの時に楽しんでいいよっていう時代だったんだよねでも今は働いてる時も楽しんでいいよっていう時代に変わってきたんだよ木の剣銅の剣スチールの剣農業機械海を渡る船とかね進化があったでしょ工場とか人類が良くなってきたじゃん ね、大変だった人たちがもっと楽に働けるようになってで王様が支配してたシステムをみんなで政、ね、府っていうのを作ろうよとか、ね、時代は良くなってきてるでしょ間違いなくこの星は良くなってきてるんだよでこの星には今いい流れが来てるのねで始まってるのでそれは幸せなことをやって働いてもいいよってで面白いのが幸せなことをやるとそれを買ってくれるお客さんがいるんだよってで昔は それがすごい難しかったんだよだからその働くのは嫌いなんだけど自分のお客さんは会社とかで、ね、嫌いなことをやってお金をもらってたんだけど今の時代は好きなことやっていいよっていう時代になってるわけよ実際にでもしあなたが仕事が嫌いでこれ以上できねえなと思ってたらすっごいいいチャンスがあなたに来てるわけよどういうことかというとね 幸せに働いていいよっていうことなんだよ今の時代はそれ許されてるんだよ世間はまだ気づいてないよでも気づくよで政府も気づき始めてるよものづくりはもう論理的に無理じゃん日本でエアコン作ってインディアに売ろうとしても売れないよ中国の方が安いからだからものづくりはハイテクノロジーだけに絞られていくよねどうすんの何を出していくの寿司 酒オリンピック2020年どうやってアメリカはこうやって毎年ガン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 伸びてるのものづくりしてないのに発明なんだよ発明すると他の国にものづくりを頼むことができるんだよねだから日本はこれから変わってくるのね成長したの経済的にでこれからはアイディア発明の時代なんだよ 自自分分ののの。家家よく見て、自分の家にあるもの楽しいこととか楽しいことってどこから発明来てるよく電気スケボーもそうだけどさ iPhone とか誰どこが作ってる ?Google の Google フォンとかネットフリーとか Hulu とか YouTube とか楽しいよな楽しいことってどこから来てる 楽しいことができるようになった時代なんだよ。昔は楽しいことできなかったんだよ。みんな工場とか働いててお金がなくて。で、エアコン買うのが楽しかったんだよ。すごい幸せになったんだよ。冷蔵庫買うのが。みんな今はもう冷蔵庫あってお金の余裕があるわけよ。人類は進化し続けるんだよ。楽しいことを求めて幸せになると思う。それが俺たちの DNA なんだよ。ハートなんだよ。 あなたもこの波に乗るといいんだよ。そうするといいんだよ。楽しいんだよ。ね。だって人生は辛いんだよ。どうしても忍耐が必要になるわけよ。で、サラリーマンやってても、好きなことやってても、ね。好きなことで生活してても、どっちも辛いけど、どっちがいいかいって言ったら、間違いなく好きなことで生活してる方が絶対いいよ。僕、両方やったことあるから、今、 だって僕らって何やってんのって言ってこうやってビデオを作ってみんなと話すことが仕事なんだよ。も,う最高じゃんもちろん辛い時もあるよ不安の時もあるよでもそれ人生ってさ必ず不安を送ってくれるんだよもう仕事がうまくいってたら家庭の不安仕事と家庭がうまくいってたら病気の不安病気と家庭と仕事がうまくいってたら今度車がスタートしなくて遅刻しちゃう不安とか,だから絶対仕事忍耐は必要なんだよ <laughs> 人生は辛いのは間違いないと。 でもいい方法に進もうぜってね、自分が何をやっていてたら幸せになるのかっていいのを調べることができるんだよでそれをするとその道を進むことができるようになるのねだから忘れてもらいたくないことはあなたが今働いているんだったらあなたは商売をしているんですで商売の根本的なことは人に幸せを届けるっていうことなんです とが幸せにならないと商売はできないんです。で、幸せにを届けたいんだったら、今の時代は自分が幸せの方が優位なんだよ。ね。しは幸せじゃなくて働いているっていう仕事がこれからなくなっていくのね。で、そういう仕事は中国とかベトナムとかインディアとかアフリカに行くといっぱいあるんだよ。大変なんだけどお金をもらえる。で、給料も低いかもしれない。 そういう仕事の、が波で動いてるわけよ。で、アメリカとか、すごい、もう経済がボコーンっていって儲かってるビジネスとかは、幸せな人たちがやってるの。だから、真似をすればいいんだよ。ね。で、富士山っていうのがあるんだよ。で、富士山の麓には、ね、そんな山登れねえよって思ってるやつがいっぱいいるわけよ、周りには、麓には。でも実際に登り始めると、登ってる人たちは、ようもうちょっとだ、頑張ろうぜとか。 ね3号目、4号目、5号目、6号目、7号目とか言って、うッフって言ってやってる人たちしかいないわけよ。で、今あなたはどこにいるかって、普通の会社で働いてるんだったら、ひょっとしたら富士山のふもとにいるかもしれないんだよ。でも、こういうビデオを見たりとか、ね、YouTube で勉強したりとか、ブログ読んだりとか、本読んだりとかしてると、こういう本読んだりすると、いろんな勉強が出て、やってる人たちの話が聞こえるようになるわけよ。で、自分も実際にやり始めると、 登ってっからできねえよって思ってる人たちがだんだん減ってくるのねで気づくと周りにはみんなやってる人だけとかですると下の人たちがあなたのことを見るとリーダーになってくんだけどいいことが今人類に起きてるのねいいことが来てるんですよ人類の進化に経済の進化にでインターネットのいうもので物をデリバリーするときにその物、まあ、デジタルだったらコストがほぼかかんないっていうような革命が起きたので直接あなたの あなたが幸せだっていうことを直接販売していいっていうそれが許される時代になって今あなたはそれをしていいんだよ。であなたには非常にいいことが来てると思うんですで。なぜかというとそれはあなたはこのビデオをここまで聞いてくれたわけじゃん。ということはあなたにも今来てるんだよ。この流れが。でぜひこの幸せな生き方で働いている時も幸せになれるっていうことをまあ もうちょっと勉強して、ぜひやっていただきたいなって、僕は思っております。もしね、これやってみようって思ったら、ぜひねあの、僕のビジョンプログラムっていう、自分がやりたいことを明確にしてくれる、本当にそれを手伝ってくれる質問がガーって出る6週間のコースがあるんだよ。で本当にね それをやると自分はどういうふうういいいににきたののかっていうのが明確になると思うんだよ普通のキャリアガイドのコースとかはね仕事にフォーカスするんだけど僕のビジョンプログラムは仕事をき生き方だってこれ混ぜちゃってるわけよだから仕事だけもちろん商売にフォーカスするよビジネスとかマーケティングとかにも入るんだけどいや仕事っていうのは生き方だから自分は何をすれば幸せになるのかでそれをやればそれができるっていう時代になってるから今はね ぜひね、Please check it out。僕のサイト findyourvision.jp でチェックアウトできます。もう本当にね、このビデオの最後まで見てくれてありがとうございます。I love you guys. で、何か質問があったら、公式 LINE Chris atChris に送っていただければ、できるだけ答えます。早めに。Alright. Thanks guys. I love you all. And I'll see you in the next video.